こんにちは、吉谷さん。お金について真面目に考えるで、私もね、同感するところが本当多いですね。私も同じなんですよ。ビジネスマンとして生きていこうと思った時に、どんな人に対してでも商品を売るチャンスをずっと見てるっていうかね、お金くださいっていうふうなね、ことも言えますし、これ3万9800円ですとか、5万8000円ですとか、これもう私にしか提供できない商品ですよとかね、そういうことがね、結構ね、当たり前のように言えて、で、逆にですね、100人やって100人からお金いただけないとは思うんですけども、何ですかね、お金を出すほどにこの人にはこれが必要なんだろうなっていうふうな、人の気持ちを深く慮る気持ちっていうのは、ビジネスを追求してお金のことをもう真面目に恥ずかしがらずに突破したからだと思うんですね。この人はお金を払ってでもこの問題絶対解決したいはずだっていうふうに私が思ったところと、本当にその方がそうだったところが一致したときって、もう金額はうなぎ登りなんですよ。というか、安い金額つけたら逆に信用されないですね。なんか私はね、50万だろうと100万だろうと、責任持つような商品しか出さないですからね。だからそこに責任持てない人は、いや3万、いや高いんじゃないかなとか、2万、売る方がね、高いとか安いとか言ってるわけですから、これ、たち悪いですよね。私はそういうふうに考えるようになりましたね。吉谷さんと同じです。だからこういうふうにみんなで腹をくくって、売ったものとか提供したサービスに一生かけて責任を持つね。それこそ命をかけてね、お客のために死ねるという、そういうふうな覚悟を持っていけば何にも怖いことないと思うんですよね。だからお客さんのために命をかけようなんて思わないし、責任を取ろうなんて思わない。それが今のビジネス弱体化の世の中じゃないかなと思うんですよ。責任取りたくないから誰かに雇ってもらうっていう方向になってしまうのかなとも思うんですけども、まあそれはね、言い過ぎかもしれませんけどね。私はどんな時でもこの雇われずに生きていくことと、自分でもうね、自分の提供する商品が世の中に売れなくなってきた、要するに私を信用していただけなくなったら、もうそれはそれでね、貧しい人生とかもう死に向かっても私はいいかなと思って、そこまで腹をくくってやってますね。ということでございます。今日も速稼塾、ご購入いただきましてありがとうございました。はい、本当にこれね、毎日です。毎日ありがとうございます。